これはえほら公園部やこっちほら丸くなってるから公園部やな。これのね案内板がどっかあったんだけどね、どっかに。二段企業になってるけどね。あれ、看板が見当たりまへんな。そうそう、今ようやらないで今おっしゃっておられたけどね、最初の100暇やったよ。もう今はねどこにおってもわかるけど、最初に来た時はほんまにね駐車場がわからへんとうろうろしたんな、記憶ありますわ。古墳だけを見に来てるからね、あ、これや、行きましょう。ちょっとこれで130メートルですよ。これ上がるよりも、ね、墳丘から反対に向こうで横を歩いてもあれやから、もう一気に上がろうか。もう真横ですかね、こう杉山古墳のね、横に一本松墳がありますからね、いっぺんに二つ見えますわ。最初に来た時にはね、もう草ぼうぼうでね、うわー、ここすごいわ、どんぐりが。このどんぐり、この長いどんぐりやわ。草ぼうぼうで入れないんだな、あの辺からちょろっと入ってきただけで、上だけがね入れて、もう周りは草だらけですごかったね。きれいに刈られてるんでね。さて、上を上がってみましょう。いやー、風が強いわ。こんにちは。くるーっと。くるーっと。さっきジャンパー脱いできてよかったね。ものすごく暑いわ。風が強いわ。ここから、おー、あと、奈良見ないなら。奈良のはずやけどね。奈良は左側、このちょうど木があるから、あら、見えないね。奈良、奈良。あれ、これどっちなんだろうな、わからんな。あれ、京奈和自動車やろ。京奈和自動車道やから。やっぱ奈良はこんななんやけどね。全然わからんね。若草山でも見えしゃれんけど。わかりません。全然わかりませんわ。奈良はちょっといかんだ。大阪やったらすぐわかるけどね。関西やったらね。はい。じゃあちょっと向こうまで歩いてみましょう。130メートルですね。ちょっと小ぶりでございますけど。こう歩いてみましょうか。こう。一番最初に120年ぐらい前かね、もう草ぼうぼうで、なんだらなんだらわからないんだね、なんだかんだ言ってもわからないんだね。看板はありましたけどね。で、撮影して、回り出してからが4、5年になりますかね。それでもその時もまだ入れなかったな、この辺は、草ぼうぼうで。こんな感じやな、ここが一番。興奮の一番手前やね。ここに豪があったみたいな感じやからね、これ。ああ、なんとなく最初に来た時はあの、周りの道をね、歩いた気がします、記憶がね。全然歩けなんだ。ここ歩けますね。ずーっと歩けますな。はい、この辺でね。この辺はもうおそらく豪があったんですね、この辺は。130メートルぐらいだからね。ちゃんと、あの、わからないね。
あれかな、あれや。あれが右端かね。左端はちょっと長くなってるからね。ちょっとわからんね、これ。あんな感じだったね、ほら、前。来た時。ええのありました、これ。昔ずーっとこんな感じだった。いや、今絡めたから入れたんか、これ。こんな感じだったね、ずーっとな。入れんわ、あれやったかな。誰も動かないんだ、俺の古墳には。